もしこれで持っていない2種類のうち1体も出なかったら今回はコンプリートならずです。皆さんこんにちは、ジェイソールグブルーだ、ヒロイだ。はい、今回の動画はタイトルの通りなんですけど、もうここで決着をつけたいと思います。今回の動画はこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオキャラクターパック4です。はい、今回はレゴスーパーマリオキャラクターパック4のほぼ最終回です。前回の動画から4ヶ月経ったんですけど、あと2種類出ずに終わってしまって、僕はその後にトイザラスで5つ買ってきたんですけど、ですがその直後に僕は2級建築士と仕事になれるために1回動画を休んでました。僕何で選んだのかわかんないんですけど、確か適当に5つ選いました。今回の動画でコンプリートして早くレゴピーチを開けたいと思います。ちなみにまだ出ていないのはメカクッパとハチミ、じゃなかったハチボーのこの2体だけです。今トイザラスでレゴマリオキャラクターパック4がクリアランスセールで売ってますので、もし今回でコンプリートできなかったら出るまで買い続けたいと思います。ちなみにこれ累計16個目なので、実質ワンボックス分買ったことになります。これで出なかったらもうやばいですよ。はい。では1個目開けます。では行きます、せーの、よっと。あー違う、これフリーザーだ。うわー、まああと4つありますので、まあまだ大丈夫です。では2個目開けます。では行きます、せーの、ジェット。うわー違う、これ確かなんだ、ペンギンだけど、名前忘れました。はい。うわマジか、なんかすっごい嫌な予感するな。では3つ目開けます。いただきます、せーの、ジェット。マジか、フリーザーこれで3つ目だ、やーべえ。前回のクリボン事件を思い出しますね。うわめっちゃ嫌な予感がする。では4つ目開けます。もしこれで持っていない2種類のうち1体も出なかったら今回はコンプリートならずです。では行きます、せーの、ジェット。うわー違う、ドンケツだ。あーはー、そんな、もうなんでコンプリートしないんだよもう。では最後5つ目開けます。これで、ちょっとパニックってるんですけど、これでこれで、ハチボーか、メカクッパ、これが出たら、まあ、マシです。では、最後の1個。では、いきます。せーの、ゼット。嘘だー、もう、最悪ー。なんでだよ、もう。なんで、ドンケツが出んだよ、もう。はい、ということで、5つ開封した結果はこのようになりました。まず出た順で言うと、フリーザー、ドンケツ、ペンギン、フリーザー、ドンケツでした。もう、なんだよ、これ、もう。もう、これ、もう、あれだな、もう、ありえねえわ。はい。レゴマリオのキャラクターパックって、箱買いすれば絶対コンプリートするんですけど、今回僕、実質はワンボックス分買って、今回コンプリートしなかったんで、僕がこれ呪われてるのかな。まあ、動画の撮れ高的に言えば結構良かったものの、僕はちょっとダメージ食らってます。はい。ちょっと締めのコメント撮ろうかなって思ってたんですけど、もうちょっと撮る気失せちゃったので、今回の動画はこの辺で終わります。とりあえずメカクッパとハチボについては、まあちょっと考えておきます。はい、以上、ヒロゲーでした。ありがとうございました。もうありえねえわ、これ。もう。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。